生時代だとかね、どんどんね、尽きていっちゃうんですよね。過去のことだからね、だから溜まっていかないんでね、どんどんなくなっていっちゃう一方なんでね、出し惜しみしてかないとね、後が続かないんでね、まあ、ちょこちょこ消化していきますけど、はい、ね、まあ、涙、さっきのね、クライング・イン・ザ・レイン、涙、うん、ちなんでこのネタなんですけどね、はいはい、昔僕は高校時代ね、まあ、ぶっちゃけ熊谷西高っていう知らないか、ところに行ってたんですけど、まあ、そこのね、行ってた時にですね、国語の授業で教科書を忘れたんですよね。で、別のクラス の友達がいて、そいつにね、教科書を借りて、まあ、事なきを得た感じなんですけど、で、その授業中ね、ちょっと惰性でね、その友達の教科書に落書きをね、めちゃくちゃいっぱいしたんですよね。で、まあ、それでしれっとそちらの顔で返して、で、まあ、返したんですけど、でその後ね、まあ、友達がね、授業中に笑っちゃってね、大変だったっていう、落書き見てね、めっちゃ笑いこらえるのがすごい大変だったという感じでね、涙目になってね、後で怒られましてね、はい、まあ、そんな笑っちゃったじゃねえかというネタがありましてね、で、もちろんその後ですね、同じように、その友達に教科書を貸したらやっぱり落書きを仕返されたという、はい、まあ、抜け目なくやられたなっていう、はい、まあ、そんなことがありました。心温まるネタですよね。はい、ね、もうね、よく友達ともネタにしてる話なんですけど、はい、もうね、国語の教科書ね、作家の名前とかね、昔の歴史の人物とか、ね、写真なりもう絵がいっぱい載ってるから、もう落書きしたくてしょうがないですよね、あれね。それはいっぱいしましたよ、それ。志賀さんもしました？まあ、特に音楽の、あ、ね、はいはいはい、音楽家とかね、音楽家ね、あれはもうね、やってくれと言わんばかりのね、メンデルスゾーン、ドビュッシーだ、うん、ねえ、まあ確かにやったわ、もうご多分に漏れずやりましたね。大好きなんだあれも。まあ、中は全然関係ないね、ニャロメの映画とかね、ゲバゲバ90分のゲバゲバおじさんとかね、いっぱい書きましたよ。ページごとにこうちょっとずつ動かしたの、ペラペラ漫画みたいな、動くぜ動くぜみたいな、やりましたね。まあ、そんな、はい、はい、という学生時代ネタ、はい、という感じでね、じゃあ次のネタいきましょうか。はい、ネタいきましょうか。ネタこれで歌は別にない、学生時代のネタで、フォークソングみたいなのはない。ありそうですけどね、はい、なんかちょっと僕はちょっとフォークとちょっとジェネレーションが違うんで、次はね